始まりました。 MDK の組織運営論です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。3月いかがお過ごしですか？本当にすごい世の中になっちゃってなかなか大変ですよね。本当に今が頑張りどころですね。我々のような中小企業もですね、頑張っていかなければいけないでですね、特に外を出て集客していかなきゃいけないお仕事とかですね、飲食店の方々とか本当に厳しい時期が続いてるかなと思いますけれども、お互いですね、一緒に協力して何かできることを探しながら一緒に頑張っていきましょう。さてですね、この3月の時間の使い方という部分でいろいろと前からお話ししている部分になるんですけど、弊社もですね、大体の人事異動の内示が終わってですね、それが掲示されて、実際4月のね、1日とか、月の中頃の部分でですね、16日からとか、そういった形で段階的な部分でですね、人事異動ですね、をして、部門間異動とか人事交流をしていくという部分の内示がほとんど終わりました。100人ぐらいの会社なんで、そんなに大勢の方が移動するとかいうことでないんですけれども、まあですね、女性が多い職場ですし、いろんな感情とか気持ちの中でですね、仕事している部分でですね、移動っていうのは決して後ろ向きなもので行われるわけじゃないよということを強調しておきたいという部分とですね、やっぱそれを分かっていただくために、最初はね、リサーチとか移行の部分とか、その仕事以外の部分ですね、ご家庭の事情とかそういった部分をお伺いした中で、それが適しているか可能かどうか、できることなのかどうなのかみたいなことを十分に検討した上でですね、必要な移動をする、どっかの組織のルーティンのシフトに穴が開いたからそこを埋めるために行ってとか、そういった話はね、一切してないつもりなんですよね。それをしちゃうとですね、元も子もないと言いますか、その人がやっぱりいてくれることによって、その存在によってのプラスの化学反応、そういったものをまた期待して、こちらが願いをかけているという部分でですね、言っていただくというような形をとって、お話をさせていただいています。結構大事なことだと思うんですよね。いわゆる当然ですね、雇用関係にある使われるという関係にあるわけですけれども、仕事としてですね、使われるだけという部分ではやっぱ人ですから、その部分のね、やっぱり承認の欲求とか所属の欲求とか、そういった部分はあるわけなんで、そういったことをやっぱり無限にはできないと、大事にしなければならない、それに尊重した上で、お願いをして移動していただくと。でそこでまた移動したらですね、結構プラスの効果が結構多い形多いんですよね。なんていうんですか、今までなかった関係が生まれたりですね、新しい風が吹くというか部分でですね、活発な人事交流をするというのも、一つの大事なことなのかなと思います。これがですね、単体施設の運営とか経営しているところとか、介護事業とか医療系でも介護事業者の方はですね、単体の施設のみとか事業所のみでやってたりするという部分があって結構大変なんですよね。そういった人たちはね、なかなか移動できないし、人事交流がないからですね、どっちかというと空気が閉塞感のある空気が作ってしまったりとか、形成していく部分が多いので、結果的にやっぱり離職につながったりとか、そういった部分があるんですけど、幸いにしてですね、近くの部分で施設運営とか事業所運営をさせていただいている我々からしたら、この移動というのはプラスにとってもらえる。で実際そのお話をさせていただいた方、前向きに明るい、いい顔をされて言ってくださる方が多いという部分においては、非常にありがたいなと思っています。さあ、その中でですね、やっぱりこの3月っていうのは新しい、今4月をね、機種にしてる方、設定している会社さんは特にそうなんですけど、4月にスタートダッシュを切るために3月に整えておく準備っていうのもいかに大切さ、が大切だかっていうことを、やっぱり私まざまざとこう痛感しているところで、私はもうですね、結構権限以上してですね、自分自身が直轄で何をするとかいうことは少なくなってきてるんですけれども、私自身は経営計画を今書くという部分で、来期どういうふうに行動をとっていくかとか、何をしていただくかという部分ですね、願いをかけていく側にいるんですけど、これがね、実際に、もう一つですね、ここはバトンが渡った次のですね、施設長とか管理者ですね、この方々がどういう気持ちで3月を動いているかっていうことを見てる、気にして見てるんですね。で、かなりこれが面白い結果が出てると。やっぱりですね、そこに対して心構えとか意識を持ってる人たちは、今どういうふうに走ってるかという部分になりますよね。で、移動を見据えて化学反応も起きるわけで。で、自分が新しく施設長とか管理者になる人もいたりする中で、どういうカラーを出していくかとかいう部分は、この3月に効いてくるんじゃないかなっていう部分をね、私自身がこう学ばせてもらっているような形で見てます。主にはですね、コンセンサスですね。合意結成。私が始まっていくときのカラーってこうだよとか、あらかじめですね、
こと細かくじゃなくてもいいんですけど、大体伝えていくみたいな形で、もうすでにね、あの頭のいい人たちは行動をとっています。で、私がこの流れであなたたちこうだよこうだよこうだよみたいな話をさせてもらった上で、もうすでにそれをじゃあ認識して、やっぱ感度が高いと言いますか、アンテナを張っているというか、そういうふうに話をすれば、もうそれだけでですね、いろんなことを考えて感じて動いてくれる。まあだからですね、いち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 ですね、上司とその施設長の間でですね、あれはこうしろこうしろなんていう部分は私も一切ほとんどしてません。してないですけど、その方針方向性の中で合わせてもらう、ベクトル合わせてもらうために具体的方策を彼らが取るというような形をお願いしているという部分においてはですね、その準備非常に面白い、その個性が出て個人差が出ている部分になるんですけど、主にはですね、もう新しいチームを想定してですね、集まってですね、打ち合わせを始めたりですね、あの SNS が非常に発展していい世の中ですよね。で、非常に共有とか情報の共有とか、そういったものが、まあ本当にアプリとかですね、優れたあのコンテンツを活用することによってですね、情報の共有が早くて確実になっている世の中なんですね。そういう意味では、どういったか、うちはね、今、スラックっていうアプリを使ってるんですけれども、非常にそれが情報のね、まあ、チャットみたいな形で出てくる部分と、まあ、防備力になって記録が残っていくと、まあ、そういった利点があるわけですけれども、その中でもですね、要は、クラウド上でですね、要は、集まらないでも打ち合わせ相当になる情報の共有をしているわけですね。まあ、こういうのを非常に見ていると積極的でアクティブに動いている人というのはいるわけですね。まあ本当に頼もしいなと思うんですけれども、こう預けただけでこれだけの回答が返ってくるという状況もあるわけですね。それがですね、なかなか感度が鈍いというか、自分がやっぱやらされている仕事、やりたくな、別にやりたいとも思わないけど会社やってますとか、施設長のクラスの人でそんな人がいたらやっぱそれ向いてないとやめた方がいいかもしれないですけど、やっぱりその相当の立場にいる人たちは、どういう心構えで自分の部下をこう動かしていくかっていうことをやっぱり考えていく。その中ではですね、今まで言ってきている補完者、自分の組織化の補完者をどういうふうに大事にしていくかとかいう部分、それがね、部門の部署間の中での幹部になるわけですけれども、その人たちをコアメンバーにした中で、どういうふうに手足になって機能してもらうかという部分になって考えていく。それを共有するための相談をしておくっていうのがこの3月に有効なんですね。それをしないでいくとですね、これに1ヶ月ぐらい当てると、かなりの、ストックができるので、4月5月に入って走りながらでもいろんな調整ができる。これが4月にそれをスタートアップさせようとすると、4月はもう機種に入っています。そのシーズンに入ってますので、ガタガタガタっとですね、それを組み立てていく中で難しさが出てくるわけですよね。だから管理者とか施設長、そういった人たちでは先行管理でですね、数ヶ月先をやっぱビジョンとして見ておくっていう人が大事。それを見ているから今が大事だっていうことを分かってるわけですね。その中で動いているからいろんな結果が出せると。で、PDCA をうまく回そうとしてるわけですね。言わずもそういうふうに分かるわけです。ですので、3月はもう本当に、何ですか、だらしなく動いてる場合じゃないんですよって形で、まあ、なかなかね、期末なんで疲れ切っちゃう時なんですけども、行政の対応とかそういった部分も含めてですね、いろんなもの4月に向けて大変になってくるんですけど、最も自分の施設で組織を崩さないでいくためには3月の調整、合意形成ですね、チームメンバーとのコンセンサスが大事。で、この形でいくから分かった、分かりました、あなたの話を聞かせてちょうだいというような実調の部分に当てておく。リサーチとか情報収集、情報の抽出が終わった後、こういう風にまとめていくよって、これがですガチガチに作らない必要はないと思うんですよ。どうしたって変わっていく部分がある。ただ、集まって情報収集して、その中で形の原型だけ見せておくってことが、いかに大事かという部分、これがかなり効いてきます。四半期とか、半年後とか、そういった部分でですね、振り返った時に、この準備しといてよかったとか、やっぱ思う部分になるのは、この3月になるかと思うんですよね。受験生の感覚と近いですけどね、新しいも受験生になる人、浪人になる人、今の時期、大事、4月にどんとまた計画通り進めていくためには、3月の計画が大事。1年の計は3月にあり、みたいな形ですよね。どうやってやっていくかという部分において、自分のまず考えを概要的にも、ぼやっとしてても出す。それを知ってもらう、理解させる。その中で意見をもらう。その中で微調整して、削ぐものは削いでいく、みたいな手順の中で作っていく。これが大事なのかなと思います。それで、自分の独り善がりじゃない、合意を取った、こういう形でまとまっていきましょうっていう、アウトラインの中でですね、1年間走っていく。最終的にそれがね、やりきった時にですね、振り返って、その、翌1年後の3月ですね、振り返って、そのメンバーで、私たちこの時こういう準備をしたよね。これでこういうふうに振り返れるような話ができたからよかったね。この人完璧ですよね。
非常にそういう形に憧れたりするなという部分になるんですけど、私こんなこと言いながら自分でそんなことできないんですよ。できないんだけれども、できる人たちを信頼してお願いしているという部分で、ある意味組織の中で一番能力が低いわけですけれども、信任するとか信じてお願いする、任せるみたいなことは私の職域の中でやってるわけですね。その中で答えを出してくれる人たちをもう絶賛して評価する、これがですね、ある意味のマネージャーの仕事なのかもしれない。マネージャーが、神のようにトップみたいな形で何でもやる必要はないし、できるわけがないです。それをできると思うことが勘違いなんですね。なので、多くの専門家といかにコンセンサスをとって、一つのチームとして物事をクリアしていくかっていうのを調整するのがトップなりマネージャーのやることだと思うんですね。私はその部分においては長けているというか、そういった部分においてはいっぱい経験をさせていただきました。だから自分が実際直接的な職務を遂行する能力が著しく低いかもしれません。ですね。で、あの人から話聞いて、この人から話、じゃあこうしていこうとか、やっぱそこを調整する力っていうのはあったかもしれません。という部分でですね、まずですね、この間から話してるテーマの中で振り返ってみる、自分の能力を知ってみる、人とつながってみる、全てのおさらいになってくるんですけど、チームを作って先を見るという部分において3月を使っていただくと、絶対に出てくる結果が違うと思うんですね。まず振り返る元ができるってことなんです。それかなり大事なんですね。振り返る元がないまま走ってるから、いつまで経っても成長しないんですね。振り返る元を作ってくださいと。それが3月に当たるという形ですね。何をどうプランしていくかということに対して一生懸命になるですね。これがもう本当そんな3月としては大事な時期になるので、皆さん計画をね、まず立ててみて、人とつながる元になるものを作ってください。それとすれば絶対ね、うまくいくと思いますので、応援してますので、ぜひ頑張ってください。以上、MDK の組織運営論でした。ありがとうございました。